はい、アベリエさん、YouTube の活動、本当にお疲れ様でございます。いや、アベリエさん、だいぶやりましたね。変わったというか、心の内側がどん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 表に出るようになりました。YouTube はもう、アベリエさん、うってつけですよ。これからも続けてもらいたいと思います。でね、今回、海老名市長の件で、いろいろと動画上げられて、すごくコミュニケーションがね、起こってましたね。アベリエさん自身、YouTube を見ることが、あってもね、自分が YouTube を先導して主導して動画をアップロードするってことはなかなか想像もつかなかったと思いますけども、とってもいい機会になったと思います。まあ、これからもね、その発信力を生かして、その演技力を生かしてね、表情すごく上手です。本当にね、人が悲しい時にはいたわるような表情、人が嬉しい時には一緒に喜んであげるような表情、そんな優しいアベリエさん、すごい大好きですね。みんな大好きですね、アベリエさんね。そしてね、2人のお子さん、旦那さんと3人、4人家族ですけども、ものすごく明るくて、いつも海老名でお世話になっております。今回はですね、海老名でいつもお世話になりました。ということを言いたくって、この動画にさせていただきました。アベリーさん、また会いましょう。